まずいっす、まずいっす、マジでお蔵入りが見えてきた。9月30日やっていきましょう。マシンガーっすか。乾杯。さあシーズン最終日、9月30日やっていきましょう。なんだなんだなんだ、うわーすげー、キャストミスしてバッククラッシュして回収しようとしたらすでに釣れてました。すごい、めっちゃ染まってますね。ナイス。どうも。オスオラトラウトアングラー、どうもイサです。いつも動画の方ご視聴いただいてありがとうございます。動画の方よければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は源流釣りお届けしていくんですが、ついに来てしまいました。2022年シーズン渓流釣り最終日です。9月30日に今日釣りに来てます。はい、まあ始まった時はですね、まあ先は長いかなんて思ってたら、まあ毎シーズン一緒ですね。あっという間にこの時が終わりが来てしまいました。まあでもそうですね、まあいつ終わりが来てもいいように本当に毎回毎回僕は一生懸命楽しんで釣りをしているので、まあこれといって別に、まあ、シーズン終わることに関して物悲しさとかこう手持ち無沙汰とかそんな感覚はまあ一切なくてですね、まあいつもと同じように楽しんでですね、まあ今回に限ってはシーズン最終日なので、まあ特にですね油断してまあ危ないことのないように楽しんでいけたらいいんじゃないかなと、そんな心構えでやっていきたいと思います。はい、で今日のテーマなんですが、久しぶりにベイトロッド、しかも今日のためにですね作ってきました。はい、なんだったらもう逆説的に言えばですね、ロッドが仕上がってなかったらおそらくこの場所には立ってなかったんじゃないかなと、それぐらいの感じで気合を入れて毎日コツコツ作り上げてきました。でこれもですね、僕が今シーズンずっと使ってる、僕のハンドメイドのスピニングの方と同じブランクで作ってますので、釣り味はですねもう最高ですね。もうどこまでも追従性があるようなそういうブランクです。でこれでですね、まあシーズン終盤、まあ人によっちゃオニヤマメとかオニヤマゴとかそういうのを楽しむ方もいますが、僕はもう終始一貫してイワナさんと真剣勝負向き合ってます。そんな感じで今日も楽しんでいきましょう。レッツゴー。いやしかしですね、今日はですねやっぱりこう渓流釣り最終日ってだけあってすごいですね。今日平日なんです、当然なんですが、釣りに来てる方がめちゃくちゃ多いです。ここに来る道中でもコンビニとか顔を出した時にもですね、僕のレジの前に並んでたお客さんなんか、ちょっと釣り券日釣りでお願いしますなんていう方もいて、あと僕もこのポイントに来る前ですね、ちょっと本流の様子もざっと見てきたんですが、すでに先行者さん入ってて、まああれですね、例外なく、まあたまたまかもしれませんけど、県外の人がすごく多くて、
ちょっとその点もびっくりしたなというのが、正直な印象ですね。なんか例年こんなにシーズン最終日混み合ってたっていう記憶があんまなくてですね。まあこうやっぱコロナ禍における、まあ、回復傾向にありますけど、やっぱりこう巣ごもりで釣りを始めたような方とかもいらっしゃるのか、まあそういう方がなんか多かった印象ですね。いやー結構いいポイント打ってるつもりなんですけど、なかなか初っ端にですね、もうキャストミスからイワナが釣れるというアクシデントから始まり、まあなんだかんだ調子いいかなと思ったんですが、まあそうそう甘くないですね。僕自身もシーズン終盤ここんちはですね、まあ何度か来たことが、まあ以前ですけどあるんですけど、まあ、核心部に行くまであんまりこういい思いをした思い出がないので、まあ、おそらくシーズン終盤で、で結構天気がいい天気続いたんで、先行者さんとかも入ってる可能性は大いにありますね。あとなんか地形も今年は本当雨多かったですからね、なんか地形もだいぶ変わってる感じがしますね。うわーなんか足つかなそうだな、やだな、やだけど、ギリついた、かあ、こんなに濡れるつもりはなかったのに、冷たい、いや冷たい。この木もう完全釣り刺す気ないな。落ち。待って待って。いいとこキャストしたのにバッククラッシュ待って。勘弁して。おー、なんかチェイスないな。核心部はまだ上だと先ほども言いましたけど、それでも何本かはいいやつ拾えるかなっていうちょっと見立てはあったんですが、ことごとく外れてますな。おちょちょい、はい開けた。ふう、さあこの過酷な風景を越えてきただけの価値は私に訪れてくれるのでしょうか。わかりません。ちなみにですね、まあ、なんで僕がこの場所を最後の源流域に選んだかというと、まあいろいろ理由はあるんですが、ここがですね、僕がかねてから言ってるゴルジュ最高みたいな、ああいう気持ちになったのが、ゴルジュがいいなと思うようになったきっかけがここで、だいたいシーズン一番最後はですね、ここんちか、僕が動画直近で上げてるであろう、ちょっと台風の後の源流域の動画のあの場所を選んでます。まあそんな感じです。
やべっぞ、これシーズン一番最後の動画なのに、これボツになる可能性があるな。さあ釣らせていただきたいポイントですが、どうでしょうか。獣の足跡しかございません。しかもクマさん&バッククラッシュ。マジンガーっすか。ギャー、困った。こんなに枯れてるとは思いもよらなかった。いや、これはもう完全僕が入る沢を間違えましたね。まあこれもいいんですわ。これも釣りですわ。いたか今。あ、いる。いるな。よかった。なんかだいたいほら、なんて言うんですかね。魚色ってこう意思を外に出していくとですね、なんかこう幻想が見えてくるんですよね。そのタイプかと思ったら今のはちゃんとイワナでしたね。とりあえず生存確認はできました。あとは釣るだけ。こっから上はまあパラダイスとは言いません、贅沢言いませんが、どうか一匹釣れたらもう少しイワナを釣らせていただければ。私めキャッチ&リリースの精神で釣りをしていますので、どうか釣りの神様ご慈悲を、何分ご慈悲をお願いいたします。あ、いる。近づきすぎた。よし、この辺りからはイワナさんが現れてくれそうな感じか。底ベタだったな。もうちょい重いやつにしようか。くー、気づくの遅いっすよ。お姉さん、気づくの遅いっすよ。もうちょっと早く気づいてくれないと。よっしゃ、うほー、いましたね。なんとなく気配を感じたんで注意深く構えてたんですけど、急でしたね。まあこの時期特有のバイトって感じでしたね。いるね。大丈夫そうですね。とりあえずは前あたりがありました。はい、このベイトロット、ちゃんと入魂。アクシデントじゃなくてちゃんと入魂。いやー、分かっちゃいたけどめちゃくちゃいいな。おー、綺麗に染まってる感じですね。ビューティフォー、いい子産んでね。ちなみにですね、今日使ってるのはダイワさんのシルバークリークミノーのスローフォールカスタム。サイズが書いてない。40だったかな。はい、こいつです。これめちゃくちゃ僕の好きなミノーなんですが、ちょっと釣れるの分かってて、今シーズン1回も使ってなかったんで、さすがにちょっとそろそろ使ってあげようかなと、そんな感じで結んでみました。
この朝のひとときをこんな静かな気持ちいい景色で過ごすと、さらにこうシーズン終盤っていうのも重なって、本当なんかこう一歩一歩踏みしめるたびにですね、あの今シーズン辿ってきた僕の釣りをですね、なんか本当に思い返しますね。よいしょよいしょ、ふう、いやー来た来た。とりあえず目指してたのはですね、ここです。こっからが核心部、踏んでたエリアです。で、行ってしまえばですね、この園庭の基準で見ればここが一番最下流です。で、まあ遡上してるはずなんで、おそらく上にかけて一気にですね、イワナさんが現れてくれるエリアがあるはずです。祈りましょう。まあとは言いつつ、いいポイントはちゃんと打ってきます。やっぱこう人が入らない、こう竿抜けしたようなポイントってのは、やっぱりイワナいいやつは特についてるイメージがあるんで、ちゃんとそういうとこも打って、あと産卵に絡まない餌荒食いしてるいいコンディションの大イワナじゃなくても、普通のイワナもそういうコンディションのやつはとてもファイトしてて楽しいんで、そういうのもちょっと狙っていこうかなという感じです。いいポイント打ちましょう。うわー出てこない、マジ。あらー必殺技スーパーナチュラルドリフトでもダメだ。あれ困ったな。うわマジか。まずいっす、まずいっす、マジでお蔵入りが見えてきた。これは良くないっすね。あ、いたいたいた、よかった、とりあえずいた。流れが分厚すぎてちょっと食い切れてなかったっぽい感じですね。
おっと、危ねえ。すごい。ないな。そこな、足かかるんかな、わからんな。行くか。よし。行けるか。よし。なんとか行けるか。ぬるぬるすぎ、きついな。こっちか。いける、よし、いけ、いけ、俺いけ、俺いける、よっしゃ、超えた、よっしゃ、あー、冷たい、冷たい、ふう、いやまさか、ふう、泳ぐことになろうとは予想してませんでしたが、まあなんとか来れましたね。はい、皆さん、緊急アラート発令です。なんと源流釣り大不発ってことで、ちょっと本流で取り返しましょう。もうそれしかない。もう僕が満足したいということではなくてですね、どうしても、まあそれも満足につながることなんですけど、この作ってきたベイトロッドでですね、満足いくイワナさんとのですね、写真がどうしても撮りたい。はい、ちょっとそれがあるんで、ちょっとそうですね、もうないです。他の選択肢はない、魚を釣る以外の。ってことで、しゃあない、ちょっとサクッとやって帰ろうと思いましたけど、なんか釣れる気配がですね、ちょっと感じられなかったんで、ささっと撤収してきました。ってことで、引き続きちょっと探しましょう、イワナさんを。コンディション的にはやや水も多めで、若干の濁りが入ってる感じで、すごい釣れそうな感じです。どうなるやら。ちょっと幅広くタイガーもしっかり打ちつつ、もうランガンっすね。あんまり時間かけてもらんないんで。うわ、出そう、うわ、出そう、いいね、いいね。
すげえ。あぶせ。いてて。やばい。もう私はなんだこのオフの前になんでこんなことになってしまったんだ。よし。さてもしかしたら結構 V は回してましたがめちゃくちゃカットされてる可能性がありますが、さあ引き続きやっていきましょう。いやいないな。さあもう終わりが見えちゃうけど大丈夫じゃないな。もうああ、うわマジか。ダメだ、何してんだ。あーくっそ、もう完全悪循環のループが出来上がってる感じがする。あると思います。よっしゃすごい。よし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 、やったー。とんでもねえとこにいた。イエッホー。怖い。ちょっとかかりがわからないんでちょっと様子を見ながら。すごい。強すぎる。あー登る登る、こっち来い。うん、なんだなんだ。よっしゃ、うわー、うやっほい。取れた、ルアー取れた。いやもうなんか今本当に僕今ちょっと目がうるっときてます。もう
もうこいつへの、もうこいつへの感謝しかない。すごいですね、このヒレが登ってきたんですね。いやー本当に魚釣りしててかつてこんなに感動したことは正直ないですけどね。私も年を取りましたね、おっさんなみなぼろいです。まあとりあえずお写真を頂戴 しようと思います。もうこういうやつとの出会いを今日は求めてきたんで、このウオカロットさんのグリップで気合を入れて、で僕のこのロットも作ってきて、この赤の1号シート、このハンドルノブもコーディネートしてバチバチに決めてきたんで、イケてる写真を撮らせていただきたいと思います。いやーすごかった。おうおうおう、こんなとこですからね。はい、ドドン、すごいっす。でっけえ、ぶっとい、いけますか。あ、いった、よし。なんてかっこいいんだ。いきましたね、いるね。いやー、しびれた。あー満足じゃ。いやー、やっとなんかこうこんなに焦燥感に駆られながら釣りするつもりはなかったんですけどよかった、やっと。そうですね、はい、満足して家に帰れます。いやー、ミッションコンプリートです。この今日のために仕上げてきたロットにお似合いのイワナさん釣れましたし、このベイトロットのポテンシャルも十分、まあスピニングで分かっちゃいるんですけど、やっぱりベイトの調子って若干スピニングと異なってるんで、その辺もちゃんと確かめたかったんですけど、まあもう完璧ですね。ちなみにドラグはもうきっちぎちに締めて、もうブランクの性能だけで勝負をしてました。まあ文句ないでしょう誰も文句言わない、俺だけ納得できました、よかったっす。ちょっと攻められないですけど、多分同じようにこういうところにもついてるんでしょうね、でかいやつ。こういうオーバーハングから落ちてくるこの時期のベイトを食べてるんでしょう。でちなみにヒットしたルアーですけど、今日はですねかなりルアーローテーションしてやってきました。これはソールズのバラットの5ですね、5センチのやつ。これはこのアイが横についてて動きがめちゃくちゃ強いんですよね。だからこの時期のこのテレストリアルパターン、やっぱり大きい虫とか食べてる場合がすごい多いので、ちょっと強波動で魚に見つけやすいようにしたのが多分良かったんだと思います。
登ってきてましたね。今すごいっす、フロントフックがっぽしバイトしてました。まだまだ食べて、なんか産卵モードはこれからって感じがします。はいどうも、ほい、はいよ。はいどうもお疲れ様です。釣りを終えて自宅に帰ってきまして、一段落したところです。はい、それでは、はいの方をご準備ください。まだの方はですね、動画の方一時停止していただいて、ちょっと冷蔵庫にダッシュしていただいて、はい、じゃあよろしいでしょうか。では全トラウトアングラーの皆さん全トラウトアングラーの皆様方、2022年シーズンの渓流釣り、これにて一段落です。お疲れ様でした。乾杯。うまし。じゃあちょっと楽にならせていただいてですね、まあオーディオコメンタリーじゃないんですが、まあ今日の兆候、なかなか今シーズン最後だというのに、結構ドラマチックなちょっと展開が盛りだくさんだったんで、まあちょっとディティールも含めてですね、今日ちょっとあった経過なんかをちょっとダラダラとご説明したいと思うので、まあ皆さんもお時間ある時に、まあ暇な時にちょっと聞いていただければありがたいです。じゃあちょっと喉を潤しつつ、で今日のまあ初めからなんですけど、まあ日が昇る前に目を覚まして、でまあ事前に準備はしてたので、ちょっと身支度だけ整えてすぐ家を出てですね、目的地に向かったわけなんですが、まあびっくりしました。道中、まあ行く時にですね、ちょうどこう明るくなるようなタイミングだったんですが、でまあ道路沿い走ってると横にはですね、まあ当然その僕が目指してる水系の本流域が走ってて、でもうですね、皆さんなんか準備済ませて、結構ですねこう等間隔に人が入ってて、で僕は毎年まあ恒例でその水系には行くんですが、過去こんなことを、見たことないぐらい人がいて、まあちょっとこの、そうですね、巣ごもり時代の影響なのかわからないんですけど、ちょっとその時点で大丈夫かなとちょっとたじろぎつつ、ちょっと不安になったのをよく覚えてて、で朝食を買いに行くコンビニですねに立ち寄って、まあ行動食も買ったりして、でそうですね、で僕がレジに並ぶ前にいたお客さんがレジに立ち、あ手ぶらだなと、コーヒーでも買うんだなと、それも思いましたよ。そしたら、釣り券を日釣りで1枚くださいと、その方はおっしゃいました。おいおいおい、ここにもかと、アングラさんめっちゃやる気やなと、ビビりましたね。はい、でまあちょっとそそくさと、ちょっと気持ちを、まあ安全運転ですが、ちょっと気持ちは先に行ってましたけど、まあそんなこんなで目的地に着いて、で今回はですね、まあ僕自身ちょっと初めての試みだったんですが、まあ以前僕がよく使ってるハンドメイドルアートラウトラボ藤村さんと一緒にこうコラボ調校を、僕自身初めてのコラボ調校をさせていただいた時にやったんですけど、まあ自転車ですね、自転車持ってって、まあその沢の横がまあ古いまあ作業用の道っていうかが走ってるんで、そこをですね自転車持ってって、帰りはまあ下りで帰ってくるみたいな、ああ結構楽でいいなと思って、で僕の目指しているその目的地の沢も同じような作りなので、まあその体型店のちょっと近くにですね、まあやったことなかったんですけど、まあ適当なところに自転車を置いて、帰りに下ってくれば楽だろうという準備で、まあ置けるとこをちょっと、まあ手探り状態だったんで、ちょっといいとこないかなと、まあちょっと鍵もなかったんで、チャリもちょっと隠せるようないい感じのとこないかなと思って探してたら、そこにもですねいるんですね。
その先行者さんがいるんですよ。でその方はもう準備終わって多分沢に降りてたんですよね。でその人がおそらく入ってたであろうポイントと、僕がですねその自転車を置いてで車で戻ってから、走行していくそのポイント入経点がおそらく多分僕が走行していくとその人のポイントに当たるようなポイントなんですよ。でもまあ動画見ていただいた後なのでお分かりだと思うんですが、その方の先に、取水の取水されてる堰堤ですね、発電所があるのでおそらくですねよほどのことない限りそこそこ源流釣りやってる若い方でもそっから上は行かないだろうと、いうちょっと見込みがあったのでまあ僕は、当初の目的地からあのスタートしました。はい。でまあ案の定やっぱり、先行者さんいらっしゃってまあ大先輩の先行者さんですね、あの僕より早く入経してで僕も随分下から、ガーッと速攻してきましたけど、そうですねその方はほぼ前に進んでない状態ででまあちょっと恐る恐る一応確認しました。もちろんはい、まあどこまで行かれるんですかと、まあ、そこの堰堤まで行くと、じゃあ僕あのここは釣りはしないので堰堤の先行かせていただいていいかと、で許可もらったんで、先には行かせていただいて、でまあそうですね、それも動画にしてる通りなんですが、そこまでの道中はですね、まあ今さ2匹は釣れてますが、まあちょっと悲しいかな、ちょっと待ち望んでいたような釣果には恵まれませんでしたが、まあその取水されてる堰堤の下流ってことで、まあ雪代のどっと水量がある季節以降はですねもうどんどん水量ってのは落ちます。それは分かってましたけど、それでもですね、釣れるであろうっていう見込みはあったんですが、まあそうですね、あの釣果でそれはそこそこまあ残念ではあったんですが、まあ確信部はその堰堤の向こう側なので、まあ意気揚々と言ってですね、まあいい思いしてやろうぐらいの感じで思ってたんですが、まあそうですね、もう動画見ていただいた通りなんですが、結果はもうさんさんたるものでですね、まあちょっとこの時点であの動画ではそこをどう僕が切り取ってるかわからないんですが、まあそうですね、チェイスしてるイワナの数はですね、まあ片手で足りるぐらい、はい、でした。はい。でしかもそんなに攻め込むつもりもなかったんで、泳ぐつもりもなかったんですよ。本当はあそこで僕は大イワナを取ってサクッと帰るつもりでした。はい、正直な話が、まさか泳ぐことにもなりですね。寒かったっす。はい。心の準備もできてない状態で行ったんでね。すいません、ちょっと一気に喋ったんで、ちょっと喉を湿らせてください。なんかちょっと酔いが回ってきた感じがしますね。今ちょっと空腹状態なんで、はい、すいません。でですね、その堰堤上のポイントについてなんですけど、そこはですね、まあ堰堤基準で見れば当然そこが最下流部なので僕はそこから走行していくわけなんですが、奥行きが結構あるとこなので、まあ当然上はですね当たり前ですが取水をされてない状況で、普段よりも水が多かったですっていうのも、この僕が調校する前そうですね3日前ぐらいに結構な大雨が降っててですね、まあその影響もあっておそらくこう県のコンディションもリセットされて、でその魚の底を促すようないい雨で一段落ってことで落ち着いて、まあいいタイミングなんだろうっていう、見込みもあってそこを当てにしてたっていうのがあるんですが、まあちょっと驚いたのがですね、入ってすぐやっぱりこう一応先行者がいるかどうかの確認ってことで、まあちょっと陸地の砂地のようなところですね、で釣りしやすそうなところを確認したら、足跡がですねちょっと真新しいのがあったんですよ。でしかもそのなんて言うんだろうな、こう
僕みたいなルアーフィッシングをやるようなですね、こう動きを感じられる、こう動的な足跡じゃなくて、なんかね、静的な足跡なんですよね。静かな、静かな静です。そんな感じの足跡で、おいおいおいと、これはまさかエサシさんじゃないかいっていう、多分そうだと思うんですよね。で、まあ結局、魚が、まあ別に否定しないですよ。遊漁料払ってるんだったら別に、ね、どんだけ、まあやりすぎは良くないとは正直思いますけど、まあ釣った分は持ち帰ってもらったって、そりゃレギュレーション通りに、やってることなので。でごめんなさい、話は戻りますけど、江差さんだったら、まあ、間違いなく抜かれてるだろうと思ってですね、まずいなと。で結局、まああんまり、細かなポイントは攻めないで大場所に絞って、攻めましたが、まあそんなことですね。片手で足りるような岩田さんのチェイスで、ですね、で上まで行かずに見切ろうと、思って結局体型したんですよ。で体型したポイントであたりを見回すとですね、おいおいおいと、あるじゃないかと、車が止まってるんですね。またその方はおそらく、その僕が行こうと思って見切った上流に行かれてる方ですね。まあそこは良かったです。上流に行ってたらまた勝ち合ってですね、はい、さすがに今言った通り、そこの先には堰堤があって、その上はちょっと走行がかなり難しいところなので、まあエリア被ってますから、当然僕が先に行くわけにもいかないんで、まあ先に判断が間違ってなかったというところで良かったんですが、でそのデポってた置いといた自転車を早々に回収して、まあ、早いところちょっと次のポイントちょっと見繕っていこうじゃないかっていうところで、まあ駆け出したところですね、まあちょっと僕もね、気持ちが高ぶってたので、そこそこスピードを出しつつ、ちょっと気持ちよくコーナーを曲がった瞬間ですね、プッシュ、おいおいおい、パンクじゃないかと、おいどうしたんだいっていう、びっくりしました。そうですね、まあ今シーズン別にしても、僕の、まあ短いですけど、全釣り人生の中でもですね、こんなにうまくいかない日があるかと、ちょっとゾッとしました。それぐらいなんか、すごい度重なる不幸があって、ちょっともう、怖くなったのも覚えてますね。はい。すいません、なんか喋りすぎたのか、GoPro が一度止まってしまったんで、ちょっと仕切り直しで、ちょっとどこまで喋ったかわかんないんですけど、ついでに。お酒もう一本いただきます。で、まあ、次は本流にしようと。で、行ったのがですね、僕の動画だと前の前ですねに、台風絡みの X でを、そのバチッとはめた時のその本流が近くにあったので、まあそこまで車を走らせて行ったわけなんですが、まあその本流を見るとですね、その前に行った源流でも得られたようなその水量が、水が高くて、まあ程よい濁りがあってっていう状況で、まあその前回の時の再現性もあって、おいいんじゃないかと、思ってですね、まあ意気揚々と行くわけですね。なんですが、まあその時僕は焦ってたんですね。あの判断を誤ってしまって、はい。っていうのは、まあその X デーですよね。まあ台風のパワーも重なった X デーだからこそ、あの超過が得られたってことをですね、僕はもううっかりしてたわけです。おそらく釣れるだろうと。情けないですね。ちょっと再現性に騙されてしまった私です。はい。でまあそんなことを気づかない私はですね、まあ意気揚々とやるわけですね。パンパンと、いいポイントを攻めて、おやおやおや、おかしいぞ、釣れないぞと、まあ後々になって焦ってくるんですけど、まあでも大丈夫だろうと思って、で、しかも、そうですね、大丈夫だろうと思ってたんで、もう、細かなポイントも、ちゃんと打ったんですよ、本当に。時間が、無駄でしたね、それが。もう少し大味で釣りしとけばよかったなと思います。うん、でまあそんな大きな時間のロスもして、
まあ、最後の最後ですね、あの放水口まで行きました。で、釣り終わりました。で、どうでしょうか、魚のバイトはないですね。で、チェイス、よくよく覚えてます。なんと2匹です。はい、イバナさんのチェイス2匹のみ。はい、で終わりです。はい、もう絶望に打ちひしがれながら歩いて車に戻ったのをよく覚えてますね。で、私はそこからスーパーシンキングタイムに入ります。はい、本気で考えます。はい、そうですね、まあ1週間ぐらいのその気象情報を遡りつつ、まあ移動時間もですね、そこそこかかってしまうところは省いて、まあ移動圏内を絞りつつ、僕のこの行ったことのある、まあ知識の中でですね、ふるいにかけて、2箇所を選びました。はい、で、そうですね、で選ぶときにそのもうめちゃくちゃ考えた結果、一つですね欠けていたピースがあってですね、それっていうのが普段だったら気にしてることなんですけど、僕はまあ天気のアプリですね、まあいろいろ入れてるんですが、一つにヤフーの天気のアプリがあって、あれがいいのがですね、その地点をですね登録しとくんですよ。はい、地域を登録しといて、でそこの地域に例えばこう雨雲レーダーが差し掛かった時にそれが通知で来るんですよね。でそのポイントっていうのを僕は自分がよく行く、釣り場を、登録してありました。で最終日の兆候はですね、まあ贅沢な言い方なんですけど、例年そんなに困ったことがなかったんですよ。なのでまあそういうですね、まあ、通知が来てたのはよく覚えてるんですが、気にもしてなくてですね、で思い返してみると、その僕が今行っている水系に雨雲レーダーが来たっていうのがですね、さっき言った雨、大きな雨が降ったのは3日前なんですけど、もう2日前、まあ前日にしてもその通知がですね結構頻繁に来てて、で僕もその源流もそうですけど、本流行った時もあれなんか思ってたより水量多いなっていう感覚はあったんですが、でよくよく見てみると雨が降ってたんですね、その地域に。で、それをもとにですね、ふるいにかけた2箇所の最初の1箇所のポイントで、はい、やったったわけですね。はい、でそのポイントに向かうわけなんですが、正直もうその時点でですね、そこまであったこう絶望感だとか不安感っていうものはですね一切なくて、まあっていうのも僕のこうもう釣り人生と言っても過言ではないぐらいのもう知識をですね総動員して選んだ沢なので、まあまあまあ釣れるだろうっていう、確信めいたものは正直その時点ではありました。はい、がまあ唯一不安だったのは先行者さんがいるかいないかっていうところでなんですけど、まあその沢にたどり着いてですね、まあおそらく、釣りをされる方が車を止めるだろうというポイントなんですけど、そこもですね草が、もう立ってて、なんならもう倒れた気配もないような感じで、ああまあしばらくは車が止まってないと。で入径してまあ両岸のこう歩きやすい砂地のところ確認してもですね足跡もなくて、あ、まあ良かったと、その時点ではまあとりあえずほっとして、で釣りに行くわけなんですが、その沢もですね、その堰堤の沢と一緒で、その時点が入径点が最下流にあたります。でまあ上流に底をしていくわけなんですが、でそうですね、で予想通り水も過去見たことないぐらい高くて、でそのポイントっていうのは、僕が、まあ、今シーズン初めて、見つけて新規で行ったところで、動画では2回出してますし、それ以外でも2回行ってるようなところなんですけど、それでも過去見たことがないぐらい水が高くて、濁りもちょうどいい具合、濁りすぎてないような笹濁りの具合でした。
なんですが、いい条件重なってるんですが、まあそうですね、下流からまあ今までと同じだなと、今日通して一緒なんですけど、ちょっと反応がなくてですね、まあ確信めいたものがあったんですが、徐々にやっぱりこう不安が募ってきて、で本当に、終着点見えるぞっていう手前のおっしゃここだっていうところですね。で、ようやく魚からの反応を得られます。しかも大岩さんでしたが、僕の竿が絡め取ることができずにですね、隣に置いてますがバレてですね、もうその時よく覚えてます。もうね、本当にいつもだったらこうギャグめいてオーマイガーとか言うんですけど、まあもう僕はもうあれですね、背水の陣だったんで、本気の本気でもう声も出ない状況でした。はい、もうよくよく覚えてます、本当に。ああやべえ、やっちまったっていうような感じで、はい、呆然とした感じです。ですが、もうすぐ冷静になってですね、でそこで得られた大きなものがあって、で僕が考えたのはですね、ルアーの選択が間違ってるんじゃないかっていうことだったんですよ。濁りで食い切れなかった、もしくはこの僕の竿が良くなくて、絡め取れなかった、そうじゃないんじゃないかというところで、でおそらくパターンとしては今日はテレストリアンのパターンで、強波動のものがいいんじゃないかっていうところに行き着いて、で、今ここにも巻いてあるんですけど、帰ってきたばっかなんで、これがソウルズさんのバラットの5です。バラットの5センチのミノなんですが、これに巻き替えて、ですぐ上のいいポイントですね、そこを流したら、もうそうですね、2回目だったと思います。食い波のパターンでした。で最初のキャストで、ちょっと手前に落ちて、で何の反応もなくて、で2回目のキャストで本当に奥の奥に入れて引っ張ってきたら、本当にそうですね、あれもだから僕も本当に結構脳がバグってて嬉しすぎて、ちょっと記憶がおぼろなんですけど、おそらく僕の記憶の中ではルアーをですね、ちゃんと泳いでるかとか、どういうレンズで泳いでるかっていうのを見るためにもルアーを凝視するように見てました。でそしたらルアーが、まあ結構ナチュラル系の色だったので見にくいので、そういう感じも合わせてあるんですけど、で見えてきた瞬間からこう背に落ちるまでですね、の瞬間にとんでもない魚雷がブワー来て、でその流れから落ちるか落ちないかっていうところで、もうそこでもう僕の脳はクラッシュしましたね。どうなってるんだ、もしかしたらもうイワナそのまま落ちちゃったんじゃないかって、もう一瞬のうちに走馬灯みたいに考えたのを、もうそれもよく覚えてて、で結果的にはこの僕のロッドがですね、超絶いい仕事をしてくれて、結局ルアーはもうバイトはもうないです。もう本当に本気の食性バイトだったんで、ハンハンってもう丸飲みぐらいの感じで食べてて、でルアー、すいませんロッドも絡め取っててくれたんで、もう全然感覚はなかったんですが、僕が若干わちゃわちゃしてる間に、おれそうそう曲がってるってことに気づいて、で若干下流にですね、僕が一気に下ってロッドのテンションを保って慎重にファイトして、スーパー超絶ヒレピンの、まあすごいクオリティでしたね、本当に、っていう大岩名さんを、キャッチしてですね、まあシーズンを終えることができたと。では長々とお付き合いさせてしまいまして、申し訳ありません。またありがとうございました、お付き合いいただいた方は。そうですね、今日はまあ2022年シーズンの渓流釣りの最終日ってことと、あとは、まあ、最終日にもかかわらずこんなちょっとドラマチックな釣りをしたってことで、ちょっと語りたくなっちゃったんで、ちょっとこんな話を
珍しくさせてもらいました。はい、で最後になんですけど、僕がなんでこの今回の勝負をですね、この背水の陣で、ここまで臨んできたかというと、まあ理由はもう一つです。これ僕の隣にずっと置いてる、もう今日大変お世話になったこのベイトロット、今日のために仕上げたベイトロットです。こいつでですね、大岩名を、どうしても仕留めたい、そのためにここまでの気持ちで臨んできました。はい、でそうですね、スピニングロットに関してはもう製品として、完成している状態なんですが、このベイトロットですね、このロットは今日のために仕上げたんですが、当然同じ作り、同じブランクの、まあ同じ、全く同じものですね、が、何本か存在してて、それはテスト用なんですけど、で、それで、まあ釣りも、まあちょっと動画にはしてませんが、やってて、で、当然魚を釣ってます。し、このガイドのセッティング、まあガイドのバランス大きさ、あと使うラインだったり、使うルアー、に関しても、もう問題はないというところで、なんですけど、やっぱスピニングの時も言ってたか、まあ僕はずっと思ってたことなんですけど、大物釣らないとですね、わかんないことっていうのがどうしてもあって、そこがずっとこの、ロッドビルダーの意図としてのですね、心に重くのしかかってた部分があって、そうですね、まあそれを、ちょっと解消したいと、まあ、いう僕のエゴなんですけど、スピニングがもう製品として出来上がってるので、ベイトもそこまで押し上げたいっていうのがあって、まあ、今日はちょっと頑張っちゃったんですけど、まあでも結果ですね、本当に素晴らしい岩を、連れてきてくれてですね、でロッドの性能としてももう申し分ないと、ハンコ押せるぐらいの出来に仕上がってっていうのもあって、もうなんか僕も今若干話しながら、すいません、そんなお涙ちょうだいじゃないんですけど、ちょっと来てますね。はい、もう釣り場でも多分動画撮りながらなんかそんな話したような気がするんですけど、まああの時も本当になんかこう脳内の分泌物が出てたんで、もう何喋ったかちょっと、うろ覚えですけど、結構うるっと来てたようなことを覚えてますね。はい。まあ、後でちょっと見返しながら自分でも、自分のことを笑ってやりたいと思いますけど、はい。そうですね、もう過去一番本当に満足がいくような、シーズンに、なったと、心の底からそう思います。はい。はい、じゃあすいませんでした。ちょっと締めっぽい感じになっちゃって僕らしくなくて失礼しました。はい、じゃあまあそんな感じで、ですね、笑いあり涙ありの私イサのですね、2022年シーズンの、まあ、渓流釣りの方はですね、とりあえず一段落ということで、まあこんなめでたい日を迎えて本当感謝しかありません。それもこれもですね、まあ普段チャンネル登録をしてくださってる方、まあチャンネル登録をしてなくても動画を見てくださってる方、まあ本当に、僕の動画を応援してくださってる方々の、おかげで僕もですね、それがモチベーションになって、楽しくですね、動画投稿の方をさせていただいてます。本当にいつも感謝しかありません。ありがとうございます。ってことで、またまあ今シーズンの渓流釣りの方は終わりますが、またまあまあ需要はないんですけど、違う釣りの方もですね、お届けしていきたいかなと思いますんで、そっちもよかったら、見ていただければ、励みになりますんで、ありがたいです。まあそっちの方もよろしくお願いします。というわけで、今回終わりです。本当にお疲れ様です。ありがとうございました。